はい、いろこねまとです。今日も動画撮ってきます。お願いします。これ、YouTube じゃないですか。僕もすっごい YouTube 見るんですけど、皆さん、こう、縦で見てます？横で見てます？縦って言い方あれか、その、大画面で見てます？これちょっとね、ずっと気になってるんで、コメントとかなんか、そのメールでも何でもいいんで、ちょっと教えてほしいんですよね。よく、インスタは、こうなんだろう、まあ、横にする必要ないじゃないですか。IGTV とかも縦だし、まあ、ストーリーも縦だし、投稿もね、もちろん縦スクロールなんで、スマホを縦で見るっていうことが多いと思うんですけど、YouTube に関しては、縦なのか横なのか、ちょっとね、気になってるんですよね。僕も、こう、探し物しながら見てるときは、まあ割とこう、小さい画面上にやって、関連を探しながらやってたりするんですけど、これだって動画見つけたら横にしてるんですよね。電車の中だとなんかそれがしづらいっていう方もいらっしゃるみたいで、ああ確かになーって思ったりするんですよね。ちょっと長くなっちゃいましたけど、皆さんはどっち派ですかね。はい、それではね、本題に行きたいと思います。今日はですね、後ろにあるキクの、MA1 を紹介したいと思います。今回もね、そのオリジナルのテキスタイルなんで力が入ってます。ぜひ最後までご視聴お願いします。では、今日もよろしくお願いします。はい、ということでね、今日はこのオリジナルジャガードの、MA1 をご紹介したいと思います。まずこの生地ね、生地見てほしいんですけど、よいしょ、こうね、菊が描かれてるのが分かりますかね。この辺ですね。これと、あとは、白にしよう。はい。こっちの方が分かりやすかったですね。この、菊の部分と、あとこっち、ペイズリーで菊を表現してる部分と、もう2種類ね、ご用意してるんですよ。まあ、他にも細かいところたくさんあるんですけど、20エダムのテーマが折衷主義っていう和と洋をね、こううまくミックスしてるコレクションになるんで、まあ、柄的にもまそれを表現してます。色恋といえば、まあ、ペイズリーっていうイメージもね、お持ちの方たくさんいらっしゃると思うんで、まあ、そういう方たちにもね、その連想していただけるんじゃないかなと思います。秋冬の立ち上げにリリースして速攻なくなった着物の、ジャガードセットアップ、あれも、まあ、かなりね、ハイクオリティな、生地をご提案させていただいたんですけど、こちらもね、かなり、手が込んでて、白のこういうジャガードって、本来は普通にやったら作れないらしいんですよね。なんで、ちょっとね、生地屋さんのデザイナーの方で、まあ、さらなる打ち合わせを重ね、こうやって表現されてるんですけど、まあ、黒い糸で、こう、菊が表現されてるのもそうなんですけど、これね、無地っぽく見える部分も影で柄がね、浮いてるんですよ。生地の再現度っていうのもすごく高いです。あとはまあ形で言うと、まあ、かなりね、ビッグシルエットの MA1 になります。形に関してはちょっと着ながらご紹介しようかなと思います。はい、ではですね、早速着てみたいと思います。はい、はい、白をね、着てみました。まあ、ぶっちゃけ今日の私服なんですけど、これこんな感じで、白い菊を買って、で中にね、こう柄をこうガラガラとしながら刺してるんですけど、こんな感じで普段着てますなんかちょっと恥ずかしいですね。で、ちょっとね、この MA1 の紹介をしたいと思います。冒頭ね、話したんですけど、アームホールもかなり大きくて、まあ、身幅もしっかりあるんで、まあ、ゆったりしたサイジングになってます。もうビッグ MA1 って言ったらいいのかな。なんで袖とかも伸ばすと、僕今サイズ3着用してるんですけど、まあ、手が出るか出ないかぐらい大きいです。まあ、ただパッカリングって言って、その普通の MA1 でこう、なんて言うんだろう、こう縫い目、縫い代の部分がギュッとこうデニムとかもなってるんですけど、これですね、これキュッキュッキューとなってる部分があって、まあ、これで少しこう縮みというかパッカリングしてるんで、
まあね、そんなに大きく感じないかなというか、見栄え的には。まあ、実寸はこう大きくなるんですけど、伸ばすとね。で、これすごいのが、オリジナルのこのジャガードの生地なんで、もちろん洗って、こう、パッカリング出すのって不可能というかね、生地が傷んじゃうんで、ストレッチ性のある糸でパッカリングを表現してるんですよ。すごくないですか、これ。これです。いや、もうすごいですよね。後ろとかも。はい、こんな感じです。なんで、生地だけじゃなくて、この形の再現度っていうのもかなり高いんですよね。僕は結構気に入って、今年すっごい着てますね。まあ、身幅も結構あるんですけど、着丈がね、ショート丈になってるので、中に、こう、ちょっとね、レイヤードする前提で色物を入れることが多いです。こんな感じですね。うん。もちろん、うちの柄シャツとか着てもらってもすごくいいと思うんですけど、どっちかっていうと、この MA1 の襟が、まあ、リブになってるじゃないですか。そこのね、差として、まあ、どっちかっていうと、クルーネックとか、あとフードとかの方が合わせとしては綺麗じゃないかなと思ってるんですよね。僕はシャツあんまり中に着たりしないです。白はこんな感じですかね。ちょっとね、赤の方も着てみたいと思います。はい。はい。赤を着てみました。赤もね、いいですよね。で、中がキルト仕様になってるんで、こんな感じ見えるかな。そうですね。なんでまあ、暖かいですね。アームまで入ってます。あとは、内ポケットが入ってます。まあ、飾りではないですけど、そんな大容量って感じではないです。まあ、やっぱこの横から見たときね、このアームホールのデカさがすごい際立つんで、いいですよね。うちのビッグシルエットのニットだったりパーカー、インナーは、このね、アウターでもすごい着られるんで楽に、おすすめです。はい。その着物のセットアップは結構取扱店さん多かったんですけど、こちらの MA1 はそんなに多くないんで、見ていただければと思います。うちにも在庫ありますし、まあ、お店さんの方もね、あるところにはあるんで、ぜひディーラーリストから見てみてください。はい。じゃあ、こんな感じですかね。ありがとうございました。はい。はい、こんな感じでね、着用を見ていただきました。どうでしたかね。まあ、なかなかそのオリジナルで生地を作るっていうのも大変で、まあ、ジャガードといってもいろんな手法があったり、まあ、やり方があったりするんですけど、まあ、これもね、その白でジャガードを組むっていうところで、まあ、初めてやったことで気づきがこうあったみたいで、常にこうアップデートしてってるんですよ。そのものを作るっていうことでも。まあ、その辺がなんか僕の中で結構面白いなと思ってたんで、今回ね、この白を買わせてもらったんですけど、まあ、単純に白いアウターってそんな持ってないんで、まあ、それでもいいかなと思って買ってみたんですけどね。今日はですね、こんな感じで終わりにしたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。お済みでない方はチャンネル登録と、いいねボタン、よろしくお願いします。はい、では、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあねー。